株式会社はフランス発祥の保険企業であるアクサが日本に設立したアクサ生命と日本団体生命が統合して生まれた生命保険会社である。アクサグループは世界57カ国約1億200万人の顧客を持つ世界最大級の保険グループである。元母体の一つである日本団体生命は1934年。 日本経済団体連合会の協賛による法人団体を専門とした生命保険会社として設立され、1937年にはすでに三菱重工業、クレハ石等の従業員20万6700名の加入があった。また、アクサ生命は1994年にアクサの日本法人として設立されたものである。2000年3月をもって、 日本団体生命とアクサ生命が共同で持ち株会社アクサ日団保険ホールディングを設立。その年の4月にアクサ生命は主に個人で加入する保険を引き受けるアクサ日団生命に日本団体生命は主に団体で加入する保険を引き受ける日団生命にそれぞれ社名変更されその1年後の2001年3月にアクサ日団生命は名称を 再びアクサ生命に戻し、日団生命は、アクサを社名に関したアクサグループライフ生命に、それぞれ社名変更された。この社名変更のタイミングで、アクサのシンボルマークの下に記されていた、日団ロゴが廃止され、グループ共通で使用するアクサのみを表記する原稿のシンボルマークになった。アクサ生命は2005年10月に、アクサグループライフ生命を、吸収合併した。 2007年にアクサグループがウィンタートールグループをクレディスイスから買収したことにより、ウィンタートールの日本法人であるウィンタートールスイス生命もアクサグループ入りし、2008年1月に社名をアクサフィナンシャル生命に変更した。同社は銀行窓反専業会社として営業していたが、2009年10月1日にアクサフィナンシャル生命を吸収合併し、 再びアクサ生命に一体化した。これら一連の統合により、現在は、商工会議所の共済制度や福祉制度の引き受け保険会社として、専任人の営業社員を通じて経営者への対策や、従業員への福利構成プランの提案を行う、アクサ CCI、チャンネル、ファイナンシャルプランニングの知識を有する専門の担当者を通じて、コンサルティングサービスを行う、 アクサ FA チャンネル、保険代理店や、金融機関、税理士、公認会計士、保険ショップなどを通じて、個人、法人のリスクマネジメントや、コンサルティングサービスを行う、アクサパートナービジネスチャンネル、企業、観光庁、組合などの団体向けに、福利構成のサポートを行う、アクサコーポレートチャンネルと4つの販売チャンネルが、存在する。二千十四年十月一日、 持ち株会社のアクサジャパンホールディング株式会社が、アクサ生命保険株式会社を、吸収合併し、称号を、アクサ生命保険株式会社に変更した。2019年4月1日、単独株式移転により持ち株会社のアクサホールディングスジャパンが設立され、当社はその子会社となった。翌四月二日に、当社市会社だった、アクサ損害保険、アクサダイレクト生命保険、 アクサ収納サービスが現物配当によりアクサホールディングスジャパンの子会社となった。ありがとうございます。